はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房きらくです。今日はですね、陶芸の装飾についてね、ちょっと紹介してみたいと思いますね。で、どんな装飾をするかっていうと、色の違う粘土を使って、模様を作りましょうっていうのをちょっとやってみたいですね。で、一般的にね、練り込みっていう技法があるんですけど、練り込みともちょっと違くてですね、粘土を貼り付けて模様をつけていくっていうイメージになりますんでね、練り込みってこう粘土を混ぜ込むっていうイメージですけど、それともちょっとね、違うやり方の装飾をちょっと紹介してみたいと思いますね。で、結構ね、この装飾の方法、独特な雰囲気に仕上がります。なので、自分の作風とかね、そういう方でこのやり方をメインでずっとやっていったりすると、すごく統一感のあるね、作品ができるようになったりしますんでね、ちょっと参考にしてもらっていいかなと思いますね。それではですね、ご覧ください。はい、それではね、早速作っていきたいと思いますね。で、使う粘土ですね、これね、赤土5号ってやつ、結構鉄分が多くて、目の細かい粘土ですね、これを、ベースの土にしたいと思いますね。で、あとこのね、カラー粘土、白、ピンク、ヒワ、グリーン、バナナキ、これをね、粘土を貼り付けて、粘土の練り込みとはちょっと違うんですよね、練り込みじゃなくて、貼り付けって言ったらいいのかな、それで、装飾しながらね、お皿を作っていきたいと思いますね。ではちょっと早速やってみます。で、これ後で使うんでね、カラー粘土はちょっと置いておきます。で、まずはこの、赤土5号をね、目的の厚みまでまず薄く伸ばしましょう。どうでしょうね、6ミリぐらいでやってみて、様子を見てみたいと思いますね。これ粘土伸ばしますよね。よいしょ。そしたらとりあえずね、2枚ぐらい作れそうなんで、お皿の1枚分 6mm の板を外して、これをね、スライスします。よいしょ。そうすると、同じ厚みのね、粘土が2枚できましたね。ちょっと空気入っちゃってるね。このようにちょっとね、空気入ってたら指でこすって、こう空気よく抜いてね、この辺もいっぱい入っちゃってるね。これちょっと後で処理しますね。で、作り方はね、通常のたたらのお皿と作り方は同じなので、ちょっと一回ここで乾かしますね。はい、それではね、たたらのお皿の準備できたんでね、これに装飾していきたいと思いますね。で、これ以前作ったカラー粘土ですね。で、作り方ちょっと動画の概要欄に貼っとくんでね、この作り方知りたい人はそちら見てください。で、この貼り付ける粘土の、一番いいのはですね、この土台となる粘土と貼り付ける粘土の、収縮率がなるべく同じ方がいいんですよね。なので、目の細かい粘土でお皿を作ったら、こっちのカラー粘土も目の細かい粘土のカラー粘土っていうのが一番いいですね。で、カラー粘土ってね、カラー粘土として売ってますんで、それの各色を組み合わせるとかね、白とピンクとヒワを組み合わせるとか、要は同じ粘土に着色してあるもので、構成してあげるっていうふうにするとね、焼いた時にね、割れにくくなりますんでね、その辺がちょっと注意が必要かなと思いますね。で、ちょっとこれにね、装飾していきたいと思いますね。で、単純にですね、このカラー粘土を自分がお好みの模様にこうやってね、作ってペタッと貼っとくんですね。で、ちょっと私これ分かりやすいように、適当に分かりやすいように貼るので、どんな感じになるかっていうのをね、見てもらうといいと思いますね。で、ちょっと今から作業していきますんでね。はい、今粘土を貼り終わりました。なんか結構雑ですよね。まあ、幼稚園生が作ったみたいになってますけど、まあ、とりあえず今回は作品の出来の良し悪しというよりはこういう方法で装飾できますよっていうのをね、ちょっと紹介しているので、まあ、ちょっと出来の方は色々賛否あると思いますけど、ちょっとご了承くださいね。さあここからね、今度また、ね、綿棒で伸ばしていきます。よいしょ。でこっちからいきましょうかね。叩いたを両サイドに置いて、でね、乾いた手ぬぐいかぶせてね、よいしょ。でここから伸ばします。ちょっと粘土が今ね、ちょっと食い込んだというかね、それでくっついてますんでね、ちょっともう一個いってみましょう。やっぱこのローラーかけるとね、絵が伸びちゃうからね、その辺をうまく考えてあげないとなかなか綺麗にはできないかもしれないですけど、でもね、色の発色っていう面ではね、すごく発色は綺麗になるのでいいと思いますよね。よいしょ、こんな感じですね。でもしね、今綿棒で伸ばしたから少しこっちの方向に粘土伸びちゃってるんですよね。なのでもう一回丸く切るんだったら丸くここで形整えてもらってね、やってもらうといいと思いますね。はい、これでね、今粘土の練り込みまでが終わりました。次ね、ちょっと形をね、成形していきたいと思いますね。はい、それではね、これを形沿わせていきますね。でこれ素焼きのね、型ですね、これにかぶせてね、で中心大体ずれないようにね、少しずつ少しずつ粘土の形を沿わせていきますよ。でたまに横からこう見るとね、中心合ってるか合ってないか分かると思うんでね、やりきる前に1回真ん中に置けてるかどうかね、確認するといいと思います。で型に沿わせたら、この縁の部分のね、粘土少し締めます。よいしょ。でまあこのまま外してもいいんですけど、まあ、せっかくなんでね、ちょっと足をつけときましょうかね。三つ足ぐらいにして、ちょっとこの辺も作業としては今適当なんですけど、まあ形を作るのが今回メインじゃないんでね、装飾の方法をやってるのでね、ちょっとこの辺は簡単に済ませちゃいと思いますね。でこんなもんですね。これで三つ足のついた、豆皿の出来上がりですね。でもう一個ね、ちょっとやってみますね。はい、それでは今ね、成形が終わりましたね。結構こう見てみると可愛らしく仕上がってますでしょ。でこれを乾燥させて、で一つはね、釉薬、透明釉をかけてね、焼いてみましょう。でもう一個は透明釉も何もかけずにそのまま、素焼きというか焼き締めね、それで仕上げてみたいと思いますね。で今このついた色がね、どういう風に発色するかね、結構楽しみだったんでね、ちょっと皆さん焼き上がりをお待ちください。はい、それではね、焼き上がりましたのでね、結果を見てみたいと思います。でまずこちらね、これね、赤土に粘土を貼り付けてね、釉薬をかけない焼き締めの状態で作ったものですね。でもう一つね、こちらは、同じように作って透明釉をかけた感じね。そうすると、全体的にこうガラスの膜がつきますんでね、ちょっと光沢がある感じで焼き上がりますよね。ちょっと見えますかね、光っちゃって見えにくいかな。でこんな感じでね、色のついた粘土を貼って装飾するっていうことが可能ですね。で結構これ見てもらうと色の出方綺麗でしょ。しかも簡単ですよね。なので、まあ、色のカラー粘土ね、作ってもいいし買ってもらってもいいし、まあ、それに、まあ、赤土の方がいいと思うね。白い粘土に貼っても見えにくかったりするから、赤土に貼ってね、たたらとかで作ってあげるとね、簡単にこんな感じで装飾できますね。でやっぱ色の発色としてはね、しっかりこう色の発色が出ますんで、装飾としてはとても優秀だと思います。でこれちょっとね、裏を見てみますよ。こんな感じでね、三つ足がついてますんでね、豆皿としてね、とっても使いやすいお皿が、簡単にできると思いますんでね、皆さんもね、ぜひ参考にしてもらってですよ、このカラー粘土で、貼り付けてね、装飾して作品を作ってもらうとね、とっても素敵な作品が作れると思いますんで、ぜひ参考にしてやってみてください。